さんこんにちは、本日の内藤証券7110マーケットトゥデイ、今日はですね大阪より浅井がお送りさせていただきます。よろしくお願いいたします。今日の東京市場なんですけれども4日ぶりにですね、大幅安という形になりました。先週末の米国市場の流れ急落の流れを受けまして、日本株の方も大きく安くなったというところでございます。日経平均株価は616円安で 2.23% 安、トピックスも31ポイント安でございました。それからマザーズ指数が 4.54% 安というところで、こちら3日ぶりの下落という形になっています。それから、対ドルで円相場の方は若干の円高で、115円の真ん中あたりというところですね。から2枚目いきます。2枚目いきまして、値上がり銘柄507銘柄に対して値下がりが1606銘柄というところで、規模別ではですね、大型株の下げが少し大きかったというところでございます。それから3枚目に行きます。業種別の株価指数ですけれども、本日の動き、ゴム製品がトップということで、あと、精密機器、電気機器、機械、輸送用機器という、ハイテク、輸出関連といいますか、そういったところが値下がり率の上位でございます。情報通信業がその次に来たということですね。それから値上がり業種もありまして、8業種、下の方といいますか、上昇率の上位から工業、石油、石炭、というところですね。資源関連、それから内需系の不動産建設、そして、金利上昇絡みで銀行株と、それから海運株も堅調だったというところでございます。アメリカの消費者物価指数、10日発表されまして、前年、同月比で 7.5% 上昇ということで、5ヶ月連続で、上昇率が、拡大しました。伸びが加速したというところですね。1980年2月以来ということでした。グラフの通りなんですけれども、 6.8、7.0、7.5 というところでございます。明日ですね、15日、アメリカの生産者物価指数の発表なんかもあります。こちらのも注目されますし、今週は25、26と16日の夜、15、16ですか、1月25、26の FOMC の議事要旨の公表もございます。こういったところが注目されるところでございまして、この消費者物価指数の上昇、エネルギー価格とかですね、食品、住居費なんかが上昇しているということでございます。一方ですね、ウクライナ情勢も緊張が増しておりまして、軍事侵攻近しというふうなニュースも流れたりしてですね、こちらの方も非常に気がかりなところでございます。ニューヨークダウ工業株30平均ですけれども、柄の通り、高値圏でのもみ合いと週足で見ますと、そういう感じになっておりますけれども、下値のポイント、12月1日の安値、34,022ドルですか、こういったところなんかがちょっと注目されるところでございます。次は日足なんですけれども、日足はご覧の通りで、75日線35,600ドルあたりから跳ね返されて、下に200日線割り込んできたという状況で、形はあまり良くないですね。それからナスダック総合指数に行きますと、こちらの方はすでに52周線終わって、一旦戻ったところで跳ね返されているというパターンですね。あまり良くないパターン、52周移動平均線14,500ドルあたり、500ポイントあたりでございます。そして10年も国債利回りはご覧の通り、一旦 2.063% まで上昇した後ですね、再び 2% 割まで押し戻されました。ウクライナ情勢の緊張爆破でですね、こちらの方、株価も下がりまして、安全資産買いということで、債券買いから金利が低下したということですね。一方で、インフレ懸念並びに金利上昇という懸念は引き続き、ありまして、こちらの方の綱引きになっております。セントルイス連銀のブラード総裁が7月初旬まで、ですね、3、5、6月の FOMC で計 1% の利上げが必要なんじゃないかというふうな認識を示しておりますし、3月 0.5% の利上げがほぼ半数になってきているということでございます。ということでですね、今後ウクライナ情勢、こちらの方が緊張が緩和する、もしくはこちらの方を回避されますと、どちらかというと再び、アメリカの景気の強、世界的な景気の強さとかですね、あとインフレ圧力の継続が再び浮上してくるということで、なかなか難しい局面なんです。ただ、そのウクライナ
の情勢の方がですね、一旦まあ解決すれば、まあ、行き過ぎたエネルギー価格がまあ再びまあ押し戻されるという形で、上昇が剥落するという形で、まあ、株価が反発要因にはなってくるかなというふうに思います。まあ、ただですね、利上げ、こちら、まあ、今後の利上げ幅だけじゃなくて、アメリカの方ですけれども、今後、量的緩和の縮小が、まあ、スケジュールに上ってきますと、非常に注意が必要になってきます。20年2月のですね、日本円で言いますと457兆円から、2月、直近2月には976兆円まで膨らんだのを今後減らしていくと、市場からまあ吸い上げていくという形になってきますので、その辺、非常にまあ神経質になってくるんじゃないかなというふうに思います。そしてですね、円相場の方ですけれども、日銀の指し値オペが本日から実施されましたけれども、まあ、金利低下で応札はゼロということです。日銀の方は金利まあ低水準で押し込めておくという、スタンスですけれども、こちらの方も、まあ、円安要因になってきますので、こちらの方ですね、まあ、どこまでその日銀のですね、この低金利政策を続けることができるかというところは、まあ、市場も注目続けているところでございます。今日は上海とかですね、中国株のチャートちょっとないですけれども、こちらの方は 1% 今日下落と、上海、香港ともにですねというところでございます。WTI の原油先物相場ですけれども、ウクライナ情勢を受けまして、93ドルまで上昇したというところでございました。日経平均株価の週足です。こちらの方は1月27日に 26,170 円まで突っ込んだ後戻ってきましたけれども、再び今売られる展開という形でございまして、次のページ、日足ですけれども、ご覧の通り三角持ち合いの加減で跳ね返される形になりまして、再び下値を探るという形になっております。ということですね。 27,808 円まで戻ったんですけれども、再び下落したという形。ストキャスティックスという指標があるんですけども、こちらの方も現在ですね、2月10日にかけて 80% 超えた水準になってきてますので、まあ、どちらかというと目先はややちょっと売られやすい水準にはあるということが言えるかと思います。次のトピックス、グロース指数に対するバリュー指数の推移ですけれども、直近バリュー優位が最も強くなっているということで、物色の方はバリュー寄りという状況が続いています。それから海外投資家の現物売買動向、信託銀行の現物売買動向を見たところですけれども、直近ですね、見ますと海外投資家は4週連続で売り越し、信託銀行は2週連続で買い越しということで、ここのところの戻りは信託銀行、もし、まあ、内実はちょっと分かりませんけれども、公的年金の買いによる可能性は高いというふうに見られます。それから業種別の株価指数ですけれども、ご覧の通りで、内需系がちょっと戻り補正になっていると。2枚目いきますと、外需系は素材とかですね、それから卸売大手商社とか銀行など、こちらの方は非常に強くなってますけれども、電気、とかですね、輸送用機器、それから機械なんかが弱含んでいるという状況です。さて今日の銘柄ですけれども、先週に続きまして通期業績を上方修正、なおかつ利益率を改善させた銘柄、進捗率の高い銘柄を選んでみましたというところで、ご覧の通りございます。タカラホールディングスから、こちらの方は PCR 検査のですね、試薬が伸びているということで、業績上方修正しています。ゲオホールディングスは外食自粛の自粛一時的緩和でですね、リユースショップが回復の顧客が回復してきたとかですね、高級時計を中心とした高級商材のリユース、海外卸売が好調であるというのが出てました。ロート製薬もコロナ禍でですね、PC とかスマホの接触時間が増加して、目薬が需要が増強、好調ということもあります。肌ラボとかスキンケアも好調ということですね。というところが出てまして、2枚目いきますと、阪和工業とか、こちら鋼材商社ですね。食品、石油なども扱っておりますけれども、鋼材の取扱い数量増と市況上昇で、情報修正ですね。稲畑産業も化学商社、まあ、商社が非常に業績良くなっております。あと下の方、近鉄エクスプレスは航空、海上、輸送スペースの供給不足を背景として、まあ、運賃とか、その、販売価格が上昇しているということが出ておりました。福井コンピューターは建築とか測量の、CAD ですね、設計とかコンピューター使う設計、製図とかのシステムのソフトなんかを作っている会社ですけれども、補助金効果とかですね、国交省のアイコンストラクション、こちら、
こちらの方の関連が伸びているというところでございます。こちらトプコンなんかもまあ同じような系列になりますね、需要関係ですね。ということで本日は以上でございます、ありがとうございました。またよろしくお願いします。